雪が舞う中でノルディックウォーキングをする人たちノルディックウォーキングは2本のポールを使って歩行運動を補助し運動効果をより増強するフィットネスエクササイズの一種である。元はクロスカントリーの選手が夏の間の体力維持強化トレーニングとしてストックと靴で積雪のない山野を歩き回ったのが始まりである。北欧では スキーウォーキング、ポールウォーキング、フィットネスウォーキングとも呼ばれる。日本国内ではポールをついて後方に押し出して推進力にするものをノルディックウォーキング前方について歩行を補助するものをポールウォーキングやノルディックウォークと呼び、ポールウォーキングやノルディックウォークは本来のノルディックウォーキングとは区別される。なお、登山にもトレッキング用のポールを用いる類似のスタイルがあるが、 ノルディックウォーキングが比較的緩やかな山野のフィールドでフィットネス運動を主目的として行われるのに対してトレッキングを目的とする場合はよりハードな位置づけになっている。それに合わせて使用するポール自体も衝撃吸収性や強度などを含めて設計が異なる。ノルディックウォーキングはオフシーズンのスキートレーニングとして1930年代に始まった。 ポールを持って丘を歩く、この方法が確立し北欧のスキーヤーたちは一年中トレーニングができるようになった。ノルディックウォーキングで使用するポールには菓子への負担を減らす役割もあり、北欧では老若男女誰でも親しめるスポーツレクリエーションとなった。九百九十七年にフィンランドで二本のポールを使用したウォーキングをノルディックウォーキングと定義し本格的に普及活動が、 始まった。現在では800万人を超える人たちがノルディックウォーキングを楽しんでいる。フィンランドでは総人口の16%以上の人たちが週1回ノルディックウォーキングをしていると言われている。日本においても近年エクササイズやフィットネスの一つとして広がりを見せている。ノルディックウォーキングの最大利点は何と言っても年齢性別を問わず気軽に楽しめ、 エクササイズの効率が非常に良いことである。一般的な歩行運動と異なり、上半身の筋肉もより積極的に使われて、首や肩の血行も促進され鍛えることができる。全身の約90%の筋肉を使用する有酸素運動を疲れをあまり感じることなくより長い時間を行える。1分間に110歩程度の速度で歩けば、 普通のウォーキングに比べてエネルギー消費量が平均20%ほど高くなる。心拍数が1分間に120から150ぐらいの強度の運動が可能である。ウォーキングでは1時間に約280カロリー程度しか消費しないが、1分間に120歩程度のペースで上半身の力を有効に使って歩幅を大きくとって歩けば、 約400カロリー程度まで引き上げることが可能となる。そのため歴などのポールメーカーの説明書にはエネルギー消費量が40%から50%アップするという数値が載っている。メタボリックシンドローム対策として有効である。また足首、膝、腰などへの負担が最大40%軽減されたという研究結果が報告されており、足腰に故障を抱える人や、 心臓病など循環器系の病気のリハビリの運動にも適している。体幹の筋肉群を強化できるので、腰痛の軽減などに効果があるとされているが、間違った歩き方やポールの長さの設定が適切でないことが原因で、過剰な負荷が加わる無理な運動をすると、かえって腰痛を悪化させることもあるので、注意を要する。ポールを持つことにより歩行姿勢が正され、 呼吸も整うため、歩行前のように用いることも可能である。自然環境や街中など、日常生活の中でどこでもできる利便性がある。バランス感覚が落ちている高齢者が用いれば、バランスの維持をサポートして転びにくくできる。ポールの長さは身長0.68が目安。ポールの先を地面に垂直に立て使用者の肘が約90度になる長さを選択する。 この長さと大幅に異なる場合は、膝や背中の負担が増し、せっかくのエクササイズの効果が下がる。ノルディックスキートレーニングの場合は、実際のスキーのポールのように少し長いものを使用することもある。逆に、歩行者の年齢や姿勢などによって少し短いものを使用することもある。ノルディックウォーキング専用のポールには、指の部分がないストラップが付属しており、それほど、 強く握らずにポールをコントロールできる仕組みになっている。ポールを後方に押しやるときに突き放すように握力を抜いてもポールが手から離れないためほとんどポールを握る力を使わずに前方に引き戻すことが可能となる。十分脱力したリラックス状態を作ることで肩の緊張が取れてスムーズな運動が可能となる利点がある。専用ポールにはストラップを ワンタッチで着脱できるなど、利便性を考えた工夫がされたものや、点灯時にストラップが手から離れないことで起こる怪我を防止するためへの工夫がされたものがある。また、大半の製品は SG マークを取得しており、安全性の追求がなされている。ポールの先端はメタルチップがついているが、通常は滑り止めのゴムチップを被せて使うようになっている。 安全性や腕への衝撃の勘は、木道や床などに傷をつけないための配慮である。トレッキング用ポールと同じような衝撃吸収スプリングがシャフトに内蔵されたタイプもあるが、軽量でしなりの良い素材を用いたものが登場したことで、フィットネス目的程度の使用では必要がなくなってきている。どうしても衝撃による肥料の蓄積が気になる場合には、 ジェルが内蔵された自転車競技用のグローブとストラップを組み合わせることで衝撃を吸収することも可能である。動作の基本は通常のウォーキングであるが歩行中の前足のかかと付近かさらに後ろの地面にボールをつきそのまま後方に押し出して推進力とする。このため通常のウォーキングよりも歩幅がやや大きくなり歩行速度が上昇する。後方に押しやるときに 手のひらを開いて力を抜いて、そのまま楽な状態で前方に腕を戻すなど、いくつかのノウハウが存在する。一方、体幹よりも前にポールをつく動作は、ポールウォーキングとして区別され、使用するポールの形状も異なる。歩行方法の教育には、テンステッププログラムといわれる、国際のルディックウォーキング協会や東北、甲信越などを中心に広まっているが、九州、 沖縄地方でも普及が見られる。現在の日本でのノルディックウォーキング人口は約4万人とされる。ノルディックウォーキングへの取り組み形態として一個人単位で好みのルートで自由にフィットネスウォーキングとして取り組まれる例もあればスポーツ用品販売事業者等の企業がマーケティング上のコンテンツとしてサークルや教室を主催するケースや愛好家グループが サークルや任意団体を組織しているケース、NPO として具体的に地域社会への貢献をテーマとして取り組まれているケース、そして行政サービスのコンテンツの一部として取り組まれているケースなどが見られる。また、取り組み意識の傾向としては、シェープアップやボディビルドアップ等フィットネス意識の高いグループや団体と、 コミュニティ内のコミュニケーション促進のレクリエーションコンテンツとして、ノルディックウォーキングを意識したグループや団体、リハビリや介護予防対策の運動として意識し、緩やかな取り組みを行うグループや団体などが存在するが、いずれを主目的とした場合でも、副次的な動機が複合的に存在し、明確に線引きが可能な状況にはなっていない。リーゾン313ナン、no. バー 22P6 町ブラリング福山キングパーツ発行1997年8月。ありがとうございます。